よし、やっていこう。な、本当に何日ぶりにやるんだ俺はこのゲームは。私は伝説の剣を探すたびに、もういいよお前は。アーサーだっけ、なんだっけ、ツェッペリンだっけ、全然覚えてないわ。シーザーとツェッペリン。あー、なんかあったっけ他に。綿毛を使ってここから飛び降りればいいんだよな。まとめて収録して、まとめて編集して、まとめて出すみたいな、そのシステムを活用させていただいてるから、床下の国は危険ですから、十分注意されればいい。なんか上の言葉と下の言葉が合ってないぞ。来た来た来た、綿揚げ。早くミスリルギン使いたいな。ミスリルギン、言えてる？ミスリルギンを使って、みんなの武器を作るんだけど、今回、シャイニングフォース2では、ミスリルギンで作れる武器っていうのが、結構ね、天地じゃなくて、ピンキリなのさ。だから、今回は、ちょっとかなり厳選をして、みんなの武器を考えていけたらなと、思うちょります。思うちょりますって言ってみた。聞こえてたと思うけど。え？何やってんのあれ。うわ、ダメだ。こんなに重い指輪は僕には運べないや。これ結構重要でさ、俺たちが大きくなってからこの指輪運べるようになるから。ここに指輪が落ちてるっていうイベントだ。お、こいつは？なんだって？クリード様の部屋に行きたい。お前正気で言うのか。北東の穴から行けるらしいが、恐ろしい生き物がいるからな。やめた方がいいと思うぞ。まあ、いると言ったら、穴にいると言ったら大体わかるよ。G だろうな。私たちはこの異次元の部屋から抜け出すため降りてきました。北東の穴には魔物がいます。同じことを言ってる。奴らはとても獰猛です。これならば、机の国から離れなければよかった。なんで離れ、ではどうやって離れたんだ君たちは。まさか、単独であのチェスの軍隊を倒したわけじゃあるまい。無理だぞ、絶対。レベル99ぐらいないと無理だぞ、ほんと。あー、もう終わりか、これで。机の国から降りてきてどのくらい時は過ぎた。ドンゴ、あれだね、さっきのあのドワーフみたいです。ドンゴたちは勇敢ですからな。彼について降りてきたことを後悔などするものですか。いやでもどれほどここにいたの、一体すごい長いことここにいたんでしょ。すごい無駄な時間って言うんじゃないのこれの。まあ、そんなこと言ってどうなるんだってね。行こう行こう。これ何なの、コインかな。こっち正解っぽいな。ちゃんと探索していきたい。何もないなら何もないでいいんだけどさ。お、もう敵か。くん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 、変ですね。なんだかドブの匂いがします。いやまあだって場所が場所だもん。うん、本当だ。これがみんなの言ってた魔物たちの匂いかな。ドブ呼ばわりされたぞ。魔物っていうのは俺たちのことかな。お前はネズミ、みんながお前は鳥って言われるさ。みんなが言ってた魔物とはネズミのことだったんだ。ネズミネズミって、お前だって鳥じゃん。すまない、先を読んでしょう。食事時に大好物の鳥がやってくるとはたまんねえや。おいみんなやっちまえ。完全に食いに来るぞ。ちょっと一応敵を見るか。これかな、ラット。これやっぱりあれだよな、耳のところが目に見えるよね。ちょっと気持ち悪いなと思ってた。うん、ウィラード、攻撃力高ー。でバブルペースト、バブルテース、バブ、ごめん、バブルペーストあれだね、妖精の森にいたやつだね。届かないか。まあ届かなくていいや、壁に張り付いてけ。あれ下がりやがった。てかあいつボスだな、さては。ああ気をつけよう。てか今これで、あ、綿毛ってなくなってないの。なくなってるよね。今これもし戻ったりしたらどうなるんだろうか、ちょっと気になるね。リターンしたらどうなるんだろうね。まあめんどくさくて、めんどくさいから戻らないんだけど俺は。お、上にシフトしてってる。さあ来た、翼を狙ったか。まあありがたい、広いところを狙ってくれると攻めやすいけど。ああでも翼のとこから出られなくなっちゃうな。
ジッポで塞ぐか。塞ぐことになってないかもしれないけど、ここだな。ここに立たせておけ。そしたら上を潰されることはないな。歯がゆい。マチルダとポルナレフのちょっと移動距離と、移動距離がね、移動距離とっていうか移動距離があと少しなんだよな。ちょうどかゆいところが。お、ゲルハルトを狙ってきた。うわっ、やりやがった。特殊攻撃タイプか。お、何もしなかった。ネズミは嫌いなのか。いや、もしかしてお前ネズミには攻撃するなっていう命令が下ってるんじゃないか。この人としてソウルスチルやってみっか。とりあえず挨拶代わりのソウルスチルだ。まあな、魂があるとは思えない。なんか呪術によって選ばれてんじゃないか。呪術によって生まれてる気がするもんな。でネズミには攻撃するなっていう何かこういうスイッチを刻まれてるの。スルーされた。もうネズミ、ジッポ最強じゃないか。もうひたすら攻撃し続ける。ゲラット、ゲラットっつって、もうわけわかんない。ルドいいぞ。ルドの攻撃力もなかなか高くなってきた。ウルフバロン、ほらよ、強いね。てかなんかチェスの軍隊と対峙した後だから、もう全然全然なんてことないな、こいつら。なんてことないよ。特殊攻撃がなんだって。誰が後ろのやつやるよ。誰もやりたがんないよな、このままだと。まあいや、ヒューイとかに任せる。ほらよ、いい経験値くれる。いい経験値くれるじゃない、ここね。いいね、しっかり倒して。なんでオーバーキルだそれ。いいんだよ、そんな無茶しなくて。あ、いい経験値になるじゃん。これちょっとレベル上げしてもいいかもしれないね。ちょっと最近レベル上げめんどくさいなって思い始めちゃったけど、いいと思う。あ、てか何やってんだお前。ポルナレフ、お前レベル6じゃないか。いいんだってレベル6のやつは。はいか、はしゃいだなポルナレフ。ナイス。ただ攻撃力怖いな、低いな。まだまだだな。お、ラットが、仲間がやられてるのを見て突っ込んできた。そりゃそうよ。ちょっと俺たちじゃ、てかあの人数じゃダメだって思ったんだろう。いいね、やっぱちょっとレベル上げしよう。全員レベル7ぐらいまでできんじゃないか、これ。できそうだよね。わあ、おい、ジッポレベル4って。ちょっとお前、ちょっと手加減しすぎだよ、ジッポ。でもこれだけ前に出ても大丈夫だろ。ネズミからの攻撃は食らいそうだな。ネズミはさすがに。あ、違う、あ、なんか違うってなるよ。こんにちはーって最初は素通りするんだけど。あ、こんにちはーって。えっ、誰だお前。そういうタイプ。ゲルハルト、ちょっと待ってくれ。ゲルハルトも行き過ぎ注意だ。ルドもここら辺にいといて。あー、勇者はいいんじゃないここで。あー、いいと思う、いいと思う。で、ゲルハルトを回復してあげれば大丈夫だと思うんだけど。おい、ジッポなんで2ターンそんな連続できたわ。ちょっと待ってろ。本当にこのゲーム、ターン制が意味わからないな。え、なんでそこなの。おいおいおい、何か起きてるぞこれ。何か起きてるとしか思えないね。とりあえずラット攻撃だ。ふい、いいよ、いいね。ちょっとなんとかジップのレベルを上げたいな。全員のレベルを7っつったっけ俺今。7ぐらいまで開けれそうだよね。開けれそう、開けれそう。強いよ。っていうかジップ弱、危な、危ない危ない。さあ、でもマチルダやポルナレフ、結構レベル上げづらかった彼らが最初にレベル上がってくれてるのが結構良かったね。チェス版の戦いでかなり活躍してくれたから。ちょ、なんでサラのターンが来ないの。なんでサラのターン来ないんだ。なんで無視されてんだサラのターン。まあいいんだけどさ、別に。あ、いや、ラットぐらいにはいけるんじゃないか。ソウルスチル、命を刈り取れ。動物だろ。いや、誰に聞くんだソウルスチル。ため息、あー、待機しちゃった。バカだから、俺がバカだから待機してしまった。とりあえずラットを狙え。そう、
や、このままじゃやられちゃうよ、ゲルハルトが。ダメだよ、そんなの。許されないよ。さあ、これでおそらく次ジッポで倒せるでしょ。バブルペースト。ちょっとゲルハルト死にそうだな。お、大丈夫。よかった。そんなに賢いやつじゃなくてよかった。なんか毒とかなりそうだけどね、ナチュラルに。大丈夫なんだ。あー、やることね。レベル6のやつにやることはない。さあ、倒せよ、ジッポ。そい、ナイス。まあまあの攻撃力だな、やっぱり。いいね。よしよし。お、これはゲルハルトピンチか。いや、というか待てよ、その前に純粋にジャジャがやばいんじゃないか、これ。あー、よかった、飛ばん。ポルナレフさんは、あー、じゃああれですな、この奥のパブルペースで。いいね、シバーチャリアッツ。いいね、アーマーオフ、アーマードオフだ。なんて、アーマードリジェクト。ちょっと待って、全然思い出せない。シルバーチャリオッツのそのアーマーがパインってなるやつ、ちょっと思い出せないわ。覚えたぞっていう、あの、俺どうしてもアヌビス二刀流のポルナルフしか頭の中にないから。お前ダメだぞ、起伏だよ。よし、よかった、よく抑えた起伏。この、あー、てかちょっと待ってくれ、レベル5のやつなんかもういないんじゃないか。あー、いたわ。まあ、とりあえずこういらん。まあ、ピーターが倒してきていい、許す。問題はレベル5のやつがいないことだわ。まあ、とりあえずこれで遠くのラットを攻撃するんだけど、レベル5は今誰だ。まあ、とりあえずジッポであることは間違いないんだけど、ジッポの、あ、これ大丈夫か、大丈夫。よりにもよって、うわー、マジでさらに強烈な攻撃、なんでよ。アブクを吐いた時点でもうそれは強烈な攻撃だろ。なんでさらに追加効果か。まあいいや、殺せ2人よ。ほらよ、一掃しよう、一掃。いいねー、よーし、ナイスだ。ダータラタッタッタータラタッタッタータラタッタッタージャジャがも、ジャジャもやばいんだっけ。まあどっちかっていうとゲルハルトの方が防御力低いから、うんうん、これでいい。でゆっくり次ジャジャか回復してあげればいいと思う。あれ?回復で思い出したけど、あー、まだか、まだ大丈夫か。あ、ごめん、何を心配してるかというと、もう一人回復できるなんかモンク系の仲間がいたような気がしたんだよ。あ、やばい、スカイプが今ひょこって、友人からゲームやろうって、ゲームやってるから、今ゲームやってるから、ほい、もう一回、強いな翼。さあ翼だけは7レベル。いや、そりゃそうだよ、これが翼よ。大丈夫、じゃあ大丈夫、そんなに言って。ダイエットに成功してかなりスマートになったから、自分に自信があるのはいいんだけど、それは俺いいと思うよ。自分に自信があることはとてもいいことだとは思うけど、前に行き過ぎじゃないかな。おお、ナイス、ヒュイ。でも倒せないんじゃない、ヒュイ。倒せないよね、もう一回。まあ、おー、ジッポは来てくれた。やるなみんな。いいぞ。さあ、ジッポは忍術覚えてるからな。ジッポの忍術見たいよね。お、下がってった。これは壁役になるフェニックス。マチルダ。まあ、ちょっと回復しよう。まあ、多分、ヒールそんないらないと思うから。ヒールレベル3をバンバン使っていこう。うん、いい回復量だ。お、ついにボスが来た。ウィギャー、ひどい攻撃力だな本当に。ウィギャーって言っちゃったよ、意味がわからないよその攻撃力。とりあえず攻撃だ。おい、
俺殺されるんじゃないかですね。あーどうする。いや何もいらないと思うよ。何もしなくていいと思うわ。とりあえずここら辺立たすとこ。あーダメだ、届かねえな。何もかも届かねえな。とりあえず向こうのラットを倒さないといけない。向こうのラットを倒したところで一旦リターンしよう。一応魔法も使っとくか。カトン最初 MP 足りないじゃん。 MP 足りないじゃない。ほい、いいよ、いいね。お、ゲルハルトを狙った。うん、一応さ今見た感じレベル6にレベル5のやつはヒューイ、ルド、ジッポだね。ヒューイ、ルド、ジッポがレベル6じゃなくてレベル5かなんで2回攻撃なの。でそれ、まあ、マジでこのスピードシステムよくわからないな。素早さが死んでるじゃないか、ステータスとして。それでいいの。まあいいんだけど、やりたいようにやりな。俺は任せるよ君たちに。ジッポの回復をしてあげようか。ジッポの回復してあげよう。おそらく次死ぬはゲルハルトだけど、本当にひたすらレベル上がり続けてるな。あーかわいそうに。いや強いな、攻撃力高すぎない。さあルド倒して、よーしナイス、いいね、帰ろう。よーし帰ろう。あどここれ、なんだこれ、どここれ。迷うこつ、迷うるご主人じゃねえ、ごめん、何を言ってるかわからない。ポルナレフ化が始まってるな。俺カズン、ループ、そして誰だ。あー誰も死んでなかった。よーし、これどこだこれ。へー、マッチ箱、マッチ箱じゃなくて、いやわからん。あーなるほど、まあいいや。よーし行こう。トランプかこれ、どここれ。あーこんなとこあったんだ、へー知らなかった。よーし再戦だ。階段降りる手間を省かしてくれたのはありがたいけど、ちょっとびっくりするからやめてほしい。さあカエルが、カエルだね。じゃあとりあえず全員のレベルを7ぐらいにしようか。うん、全員のレベル7にできると思うのでそうしましょう。あっ、ネズミには攻撃するなっていう、お前あぶねえ、あぶねえ、しょっぱなジップを死んだとこだった。全然そういうリミットはないわけだ、騙されるとこだった。よーし、これで全員レベル7か。結構時間かかったな。よし、あとあいつは袋叩きにしようぜ。終わりだそれで、指名だそれで、じりじりと。袋のネズミとはこのことよ。急速猫噛んできたな、鳥噛んできた。殺せ、もうこんなやつはもう用はない、殺せ。でレベルが上がりづらいのがヒューイとジャジャーで、まあ、ルドもそうなんだけど、まあ、攻撃力がないっていう意味ではヒューイ、ジャジャー、カズンっていうこの最初に仲間に入った人たちが結構足引っ張ってきてるね。そうですね、参ったわ、どうしたもんかね。あとジッポもそうだな、倒していいぞジッポ。ナイス、このナイスは倒さなかったことへのナイスだ。そういう場合もあるんだよジッポ、倒さないことが素晴らしいという時もある。ただ倒してほしい時もある。今じゃない、まあいいや、よくレベル上げてくれた。終わったな。なんかアイテムあんだっけ、なんかあったかな。何もないんじゃないか、何もないと思うな。このまま行っていいはず。あれあれ、この後ちょっとしたイベントがあります。ちょっとしたイベントがありますね。ちょっとしたというか結構大きめのイベントがありますので、今日はまずはそれを皆さんに見せようと、こまでだな。
ゴリアス、ゴリアス、ゴリアス。今参ります。ゴリアスって言うんだろう。ゴリアス参りました。自己紹介は何でございましょうか。旦那様。旦那なんだよ。先ほどから私のコレクションが随分騒いでいるようだが、何か変わりはないか。あ、報告してないのか。へい、それが何だ、何があったのか。 いえ何もないのですが、実は新しいコレクションを追加いたしましたので。私の許しも受けずにか。どうなった。申し訳ございません。私が止めるにも聞かず異次元の扉の中に入ってしまったんです。異次元の扉の鍵を閉め忘れていたのだな。あれほどあの扉の鍵は閉めておけと言っとるのに。まあ、でもちょっとタイミングが悪かっただけだけどな。ゴリアス怒られることではないよ。まあいい、それを持ってきてくれ。私が直接会ってみよう。へい、ただいま。それを持ってみてくれ。もうそれを持ってこいって。なんだ、なんか聞こえる。下から叫んでんのかもしれない。やっぱり何か聞こえる。あんたひょっとしてクリードさんじゃない？おお、私のコレクションたちがこんなところに来て出てきてるんです。しかも私のことを知らないと。ゴリアスの言ってた神話だな。だからクリードさん、あんたに会いに来たんだよ。何でもいいから早く元の大きさに戻してくれよ。私に会いに来たと言ったら、私に会いにここまで来るとは一体どういうこと。それを元に戻してよ。上を見上げて喋るのは首が疲れるんだよ。多分あと声の張りもすごい大変だろうな。おお、そうかそうか、これは気づかなかった。悪かった。どういう風に戻るんだ。アダブカタブラ。何でもいいけど元の大きさになれ。そりゃ。おお、これぎゅうぎゅうにもし壁の隅に寄ってたりしたらどうなってたんだろうな。大きくなる途中でくっついちゃったりするんや。よかった、元に戻った。あと壁にえぐる。いいや、いらない。もうなんか絵が怖すぎる。小さいままだったらどうしようかと思ったよね。不便だな。確かに。それでこのクリードにどんな用事だったかな。あ、そうだ、ゼオンのことを聞きに来たんだ。今ゼオンって言った。お、要素よ。ゼオンってあのゼオンのこと。これあれよ、街で会ったピーターの、ピーターに会いに行った時のボルカノンの麓の村で会った様子です。アークバルに封印された悪魔王ゼオンのことらしい。ねえ、ゼオンがどうしたの。まさか誰かが封印を解いてそれで困ってるなんて話。その通りだよ。翼は首を縦に振った。嘘、やだ、そんなこと信じられない。ギャルだな、前うるさすぎるぞ。ちょっと黙っとれ。本当だ。それは本当か。同じ悪魔族としては嬉しいことなんじゃないの。翼はもう一度首を縦に振った。ゼオンの封印が解かれた。ふむ、これは大変だ。地上に恐ろしいことが起こるぞ。大変です、旦那様。新しいコレクションがいなくなりました。もういいぞ。へ、なんでございます。もう良いから黙ってろと言ってるんだ、バカ者。どこ、やっぱりそうだったんだ。今もそんな話をしていたのよね。このところグランストーンも黒い雲が覆っておるだろう。あれは邪悪な木の塊だ。へえ。それと同じ頃、パルメキア北の大陸の方では天候不順で雨が降らん、砂漠が広がってるんだ。この大陸でも南の方はそれほどでもないんだが、南の方は砂漠広がってるけどな。南の大陸はボルカノン様のおかげでなんとかなってる感じだね。ということは北のミトゥラ様に何かあったのかもしれない。おお、あのなんかボルカノンさんが言ってたミトゥラさんだね。あ、違うわ、ボルカノン言ってないのか。ルドのあのちょっともうピーターの国の王子、ボルカノ国の王子か。もうもうわからん。そうか、ゼオンか。ゼオンであったか。なんですって。ゼオンというのはあのゼオンで。ゴリアース、何を聞いておったなどと怒ってる場合ではないぞ。フェイントもかけてくるんだ。魔界の精鋭を呼び出してゼオンのことを聞いてみるとしよう。ゴリアス、マジちょっと本当にたじろいだぜ。あんたたち何をしてるの。ゼオンのことを聞きたいんでしょ。だったらクリードを追いかけるんだよ。はい、大丈夫ゴリアス。アークバレーの封印が解かれゼオンが復活。ああ、どうやら私は悪い夢を見てるようです。あれだけね、ちょっと勇ましかったゴリアスが、神と悪魔の戦いの歴史という本がある。人に取り付くとき知っておきたい101箇条、そんなにあるんだ。そんなにも取り付くときは調べることが、あ、考えることがある。白魔法と黒魔法、そりゃそうだよ、人に取り付くんだもんな。ルーン文字活用法、ルーン文字ね。地獄の炎を作る、不死身の体ヴァンパイア、イモリの黒焼きの使い方、食べる以外なんだ、悪魔王の伝説、ゼオンのことか。
悪魔の契約のやり方、動物に変身動物に変身とルーン文字についてはシャイニーフォース1だな。ちょっと一応引っ張ってきてるね。さあさあ、イエンクエントローラシヌーラ、我が問いに答えよ、いでよ魔界のせいよ。うわうわ、あそこを見るのよ、魔界のせいが現れるわ。それ俺たちに言ってくれてんだよな。うわあれ大丈夫、デート的な。これこの前さ、ポルナレフどう編集してて思ったんだけど、ポルナレフのあの銃撃った後に爆発が起きるのよ、ボーンって。ポルナレフって、でもそれが映ってなかったりしたんだよ。だからフレームレートの関係でもしかしたらこいつ映ってない可能性がある。その場合は申し訳ない、顔面がありますあそこに。呼んだのか、呼んだのはお前だったのか、どうした、何を言って。悪魔王ゼオン、三大魔王の一人、そのゼオンのことか。クリードも三大魔王の一人なんだよね。そうだ、そのゼオンのことだ。ゼオンの封印が解かれた、奴が何をしている、ね、してるのか、これから何をするのか、その他何でもいいからできるだけ教えてほしい。分かった、調べてみよう。ふーんむーんふーん、あ、それはあれ、なんか呪文ではないのね。アダブカダブラみたいな。魔界の星は何をしてるんだ。自然界と交信して情報を集めてるんだよ。あ、静かにして、何か分かったらしいわ。おお、どうだ、何か分かったか。こう地獄に繋がってんのか、ここ。ダメだ、グランストーンの結界が強すぎて分からない。なんとかならないのか、何か方法はないのか。奴の持ち物とかがあれば調べようがあるのだが。お、あれはそうよね、翼のジュエルがいいんじゃない。なんだと、翼、お前は悪魔のジュエルを持ってたのか。いや、多分光のジュエルを持ってるぞ。封印に使われた宝石だ。なんでもっと早く言わんのだ。それをこっちにかざすのだ。それが首にくっついて外れないんだって。そんなもの私が外してくれる。マジで、どれ見せてみろ。ついに外れる時が来たか。くれたまらんその光は一体なんだ。それにジュエルも二つがあったぞ。もう一つのジュエルは光のジュエルだそうです。今発光したのがそうだ。なんだと、光のジュエル。それじゃあ翼は伝説の宝を両方持ってるのか。それじゃあ外れっこないわい。ほう、そのネックレスのチェーンは未遂でできてるんだ。いや、そうなんだ。だったら自分で胸を開けて魔界のせいに見せてみろ。長身が始まったの。翼は胸を開けた。感じるぞ。これならうまくいくかもしれん。もう一度やってみよう。お、なんか色が変わった。テレビの故障か。アークバレーの封印は解かれ、ゼオンは復活を果たした。やはりそうか。ゼオンの軍隊は空中から、パルメキア大陸に向かっている。なんだと。もうそんなことが企て始めていたんだ。どこだ、どこを目指している。北だ、北の大陸から上陸しようとしている。なるほど、それでミトラは今戦ってるのかもしれないな。ゼオンはいないようだ。ゼオンはいない。やつはまだアークバレーだ。ゼオンは復活したが力を取り戻していない。おそらく悪魔のジュエルがこっち側にあるからなんじゃないか。力を取り戻していない。奴はすでに大陸にもいろんな影響を与えているぞ。力を取り戻していないとは一体どういうことなんだ。完全には取り戻していない。奴の力は、ん、なんだ、電波が悪くなった。木の枝の部分、器の部分、左側右側でいいや。チョップしろ。なんだなんだ、うわ、貴様見ているなってやつ。世の名前はゼオン、悪魔族の王の中の王なり。ゼウスとかそういうレベルだな。だおお、これは一体どういうことだ。世を詮索する者は誰だ。目を潰されるぞ。これその行いは死に値するぞ。ふぬぬふぬぬ、おお、そこにジュエルが見える。悪魔のジュエルが見えるぞ。ゼオンめ、魔界の精を通してこちらを見ているのか。なんと恐るべき力なんだ。そこにいるのはグランシール国の翼という剣士だな。翼に次ぐ悪魔のジュエルを持ってアークバレーに来るのだ。誰がゼオンの言うことなんて聞くのか。そのジュエルを渡すならばグランシール国のエルシメを返してやるとしようぞ。来るのだ、そして渡すのだ。あー、なるほど、交換条件になるわけだ。まあ言ったついでに殺す。悪魔のせい、何、爆発した？魔界のせいが爆発するとは本当にそのまんまだった。あれが、悪魔王ゼオンの力か。いや、奴は本当の力を取り戻していないはずだった。奴が力を取り戻したら一体どれだけ強いというのか。
まあもうだから魔界の精いらずでしょうね。ここに顔を出すこと、出すことぐらい多分造作もないよ。クリード、そんなこと言っても魔界の精の言うことだってどれだけ当てになって、うん、確かに当てにならない可能性もある。魔界の精は確かだよ。信頼があるんだな。やつの言うことは間違いがない。はて、それよりもやつがあれほど悪魔のジュエルにこだわっていたのはなぜだ。魔界の精のいない今、いくら詮索したところでわからんものはわからん。クリードでもわからないの。ちょっと私置いていかないでよ。待ってよ、待ってっては。蛇の道は蛇というか、何かクリードだったらわかると思ったんだけどな。でもこの悪魔のジュエルなんじゃない？持ってこいっつってたし。そういうことだと思うよ。一体悪魔のジュエルにどんな秘密がある？そうだ、それを知りたいならトリスタンの語り部たちに尋ねるのがいいだろう。トリスタン国は北の大陸、悪魔軍が上陸しているかもしれん。十分注意していけよ。まあいるんだろうね。いるよ絶対。ドワーフ族の人が病気にかかって私を待ってるんですって？そう、わかったわ。あなたたちもそっちに行くんでしょ？私を案内して行ってちょうだい。おー、これでフェアリーがついに。4人パーティーでさ。このパーティーなかなかいいな。勇者、少年と鳥と、視力を失った少年と、そしたら視力を失った少年が主人公の物語になりそうだ。旦那様の思いつけで、翼様の旅のお供にすごいスピードで思いつけたんだ。ご用意させていただきました。よろしければお作りください。私は騎士のエルリック、アーサーではなかった。昔はある国の上司として魔法の剣を探していた。クリード殿の願いとあれば、今週から重ねばなるまい。さあ、私を選んでくれるか？いいえ、これね、一人しか選べないんだよ。残念。どうせ私のことを 大酒飲みのドワーフジジイと侮って見ているんだろう。ところがどっこい、戦士仲間で最強のドワンゴ様と、戦士仲間で最強のドンゴ様とはわしよ。どうだ、わしを仲間にしてみないか。いいです。私は僧侶のツイッキ。年寄りの多いポンペイ国では若い方じゃないかしら。あの閉ざされたところから解放されるチャンスなんだよ。お願い、私を連れてって。すごい魅力的だ。私は魔道士のパイパー。ポンペイ国のインテリとして魔法を研究してきた。仲間とも別れることになるが、私の力が活かせるならばどうか私を連れてきてほしい。すまない。これはね、実は最終的にはみんな仲間にできるんだよ。最終的に仲間にはできるんだけど、今欲しいのは回復だよな。回復だよな。いやだけどすまない、今回はツイッキーでいく。いや、パイパーだわ、ごめん。パイパーでいく。魔術師のパイパーが仲間になった。やったぜ。でって、あー、小さくなっていっちゃった。ついにゴディンパーティー、すごいな。マイムマイムが始まった。ありがとうゴリアス。旦那様の思いつくれ。はいはい。でここにね、指輪があるから、ここかな、ここかな。あったあった、イダテンリング。誰に装備させようか、イダテンリング。誰に装備させようかな。畑になんかなかったっけ。あったあったあった、ドッキストか。あと他にもね、確かこの奥に滝行してる人いなかった？あれ？いないのか。そうだっけ。だからこれまあ後か、後から来るのか。昔さ、ガラム国でさ、教会やってなかったの覚えてる？ガラム国で、あれ？どうしたんだよ、オッドラ。私はそうなると思っていたよ。どういうこと？オッドラの姿が見えないんだけど、まず。おー、押し出された。パイパーいなくなったんだけど。そうなるって？オッドラ君はここに残るのさ。そうだろう、オッドラ君。そうなのかい？僕にはよくわからないんだけど、どうしても残りたい。いや、残らなくちゃいけない、そんな気がするんです。彼は戦いもできないし腰抜けだ。そんな言うことないよ。ここで別れる方が君たちにも厄介払いができるんだし、気持ちよく別れてやったらどうだ。そんなことはないんだけど、別に翼たちと旅ができたのは僕の最高の思い出です。本当に感謝しています。みんなの旅の無事を祈っています。ありがとう。そろそろ噛みそうだ、ほら喋りすぎた。翼たちもオッドラーとここで別れることの意味が分かる日がきっと来るだろう。今は何も考えるな。さあ北の大陸に行くがよい。じゃあ遠慮なく行こう。
このゼオンの復活は悪魔の出る幕ではない。へえ、悪魔が出る幕なんじゃない、むしろ。地上の生き物が協力して奴を封じるしかないのじゃ。そうか、クリードは仲間にならないんだな。ということで帰ろう。そして仲間、じゃあ加えますけど、パイパー、パイパーね、パイパー強いんだよ。パイパー強いです。で、何が強いかはこれから分かるけど、どうする、誰を抜く。まあ一番今怪しいのは、今一番怪しいのはヒューイなんだよ。カズンだな。怪しいのがヒューイつってカズンと変わるっていう。だってカズンもう魔法覚えないんだもん。だってこれ以上アンチスペルとソウルスキルだけなんでしょ。カズンは今後あれだ、シャイニングウィズダムで活躍してもらうことになるから、一旦ここでお別れしよう。もう先にエルフの村に帰っててくれ。詳しくはシャイニングウィズダムで。シャイニングウィズダムは一回生放送でやったんですよ。配信を見てくれてる方はいるかもしれません。この動画を見てる方の大半は配信を見てくれてる方だと思うんですけど、しっかりやったんです、シャイニングウィズダムで。まあもう一回やろうっていうことにはなってるんで、それはまた動画でやります。はい、動画でね、シャイニングウィズダムはやりたいなと思ってるので、でその時にまたねカズン出てきますので、ちょっと楽しみにしておいてください。で、今回何がしたいかというとですね、これです、治療です、嘘です、転職です。で、もちろんこの24レベルっていうのは転職前の24レベルなんですよ。で、転職しようとするときに奥義の書を使うとソーサラーになることができるんですよ。はい、で、このソーサラーって何かというと、ですね、僕の記憶が正しければ召喚師、確かね、そうでしたね、そうだったはず、そうだったはず、召喚師になれるはず。で、召喚師になったら、そうなはず、ちょっと大丈夫だと思う。バイパーの魔法は全て消え去ることになるのがこれでよろしいですか。 OK です。それでは儀式を取り行う。神と光の名において魔術師バイパーは、パイパーはソーサラーとなるがよい。ほら、ダオ、ダオを覚えてるでしょ。これこれこれですよ、最強魔法、最強魔法使い、ソーサラー、パイパーが生まれた。ここに姿形は特に変わんないんだけど、かなり強力な魔法をこれから覚えていくことになるので、ちょっと楽しみにしておいていただければなと思います。じゃあ今日はイベントも見たし、戦闘もやったし、ここまでにしますか。お疲れ様でした。